はい、どうもショータイムゴルフです。おはよう。明日なんか予選会なんだよね。何の？太平洋チャレンジの予選会。湖南行く。湖南か。湖南行ったことあります？湖南あるよ。俺湖南好きじゃないんだよね。難しい。湖南あんま得意な人いないんじゃないですか。狭いもん。狭くないですか？狭いですよね。狭い。よっぽど御殿場は簡単だわ。簡単ですよね。63ヤードのティーから今日はいい音したな。今なんか中空っぽい音しましたね。らしい音、今中空らしい音した。ちょっとやっぱ気温が上がってきたから、この辺敏感なんです中空は。ちょっと切れてもパーク切れちょっと抜いて、これはこのまま真っ直ぐ。めっちゃ捕まった。ピー。難しい。もう一球打ちたい。テルキ。今めっちゃいい入り。ちょっとテルキからピーが。今入りよかったかな。まあ。まあ。乗った。9番。練習9。暫定9。あ、ないですか？タバコないですか？まあ、おみんじゃない。おみんじゃない。僕全然平気ですけど。行くか。エリキワンハン行くぞ。58度。58度だね。むずいなこれね。まああの浅木君だったらフラップショットでこの辺止まるけどね。あれは無理だ。まあよっぽど。全然下がってないけど簡単だ。まあ、まあしょうがないですね。まあ、紙一重だよな。あと1枚手前だったらよかったもんね。しょうがない。ヘッドが出ないから全部右くんの。バーディーパット。どんだけ打つねん。ちょっと先落ちちゃって。またボギーになってしまう。大オーバーやん。大オーバーやん。もう80回なんだからこのまま上がったら、ここパーでいって最後バーで取らないことには。70台じゃないんだよ。本当に80切れないね。ショータイムゴルフダメだ。切れろ。切れろ。まあまあ。うまいうまい。ナサチ、イェイ。アジプロのバーディーパット。下りスライス。6メートルぐらい。うわぁ、切れんかった。最後やっぱ抜けるよね。スパス。トークンのパーパット。
ナイスパワー、うん、よっしゃ耐えた耐えた最終ホールに望みをつなげるシングルの方ですか。シングルの方シングルゴルファーがちょっとまあまあな日みたいな日本を目指してます今の予選会なんで刺したみたいな刺しプロ脱ぎました本気もう一枚脱がなくていいですか来ました。今日515ヤードのティーから工事してますね。後ろのティーは1枚やってるのに結果めっちゃいいとこ行ったんだけど何それ完璧。どこ行ったの。あのビーチバンカーの一番右のとこから軽くドローしてきた。先っちょ当たってフックしてきた。あその球この球はラッキーでゴルフやってるってシングルプレイヤー最近だいぶ練習してるから球の良くなってきたんですけど、ああいうのができるようになってきたから今年どうにかしないと。今良かった。おーナイスショット。いい球。完璧。同じとこぐらいじゃん俺と。ナイス。ナイス。よいしょ。今良かった。225。225。クリック。クリックで。ピンデッドに行きます。ピンデッド行きたいけど、まあ最悪バンカーで。はい。距離が足りないかもしれない。左まっすぐ行っちゃいました。乗りましたまあまあしょうがない。110クリックで。おお、いい感じ。ナイス。止まれ止まれ。あ、バンカー。地面が凍ってたんでしょうね。何番ですか。ねえだろもうこの時間。何ヤード何番ですか。177番。はい、177番。ゴー。マンダ振り。さすがにいかねえよな、あんだけダフれば。なんでこんなダフんだアイアン。さっきから手を抜けていく位置がないんだよな。どうやって振ってたんだって忘れちゃったな。ダフってもライン出るようになってきたからいいんだよ。でも調子はらしいです。ダフってもラインが出るから最近前は前はちゃんと先輩が沖縄合宿から帰ってきたら先輩とちゃんと戦えるように僕も挑戦して。俺はその頃にはもう仕上がってる。仕上がってる。仕上がったらもう無理だな。無理っすね。だって今日一回もロブしてないでしょ、うん、おさじくんのロブめっちゃ神的だよ。もうほんとね、動画映えどころの騒ぎじゃないよ。それ見たいっすね。じゃあ次、また次のハーフね。次のハーフで見せましょう。ロブあ、ロブっていうか、あの中弾道のね、あのふわっとした球、すごいうまい、あれもうほんと神。こんな褒められて神の量ね。浅地くんの奥様にも今度サブチャンネルに出ていただいて、うん、
そうだね、めっちゃ綺麗だから。もうそれはね、日本オープンのね、初日トップで行ったらね、もう奥さんとの結婚式費用を稼ぐためにってコメントしちゃうよね。あ、一昨年のね、コメントしてしまうよね。結婚式金かかりすぎなんだけど、まあ、いくらかかるんですか。え、今の時点で、はい、5万円ぐらい続きますね、ちゃんと。忘れました、伊藤くんのこと。あ、うまいよ、これ止まれ。あ、ミスった。まあまあ3打目。これめっちゃむずいね。どうしようもないですね。これむずいね。エッジから激下り。入れ、当たれ。お、うまいじゃんね。ナイス、いい。いや、これなんかでも2パットでいきそう。サジ君のレベル絶対2パット、絶対2パットですよね。最低でも2パットでくるよ。サジ君のバーディーパット20メートルぐらい。こう、平らぐらいですね。まあ、結構スライスしますけど。チャンス、チャンス、チャンス、あら、チャンス、チャンスだよ、これ。11フィートって書いてなかった。キチ、どう？最初フックして、どっちの方が強い？スライスの方が強い。だとしたら、上りは8フィートだよ。ちょっとスライスの方が強い。はい、早いもん、全然いかねえな、これ。GSS インスタとかやつ、そう、めっちゃやる。あの、打感はあるけど、球がめっちゃ吸い付く。そのうち、俺もお前とこ行くか。入ったよ。入った。イエス、イエス、ミラクルった。ミラクルジミルグルッタ超集中したいな。80切った。どっちでもいいよ。どっちがいいですか、インとアウト。どっちでもいいよ。どっちでもいい。サジ君のバーディーパット。強めにバチッと打たないといかないな。うまい。すげえ。さすが。初バーディー。私くんトータルいくつですか。76。俺3打差。3打差。危ねえ危ねえ。よし、あとハーフで返せる。珍しいですね。初めてオーバーパー打ってんの見たよ、俺、このコースで。マジ。押しましたね。とりあえずありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけでモーハーフお願いします。お願いします。というわけで、本日は長いですよ、ここから。はい、あと何分取れるの。早い方です。